ウィスコット姿を現しつつありますね。これやっぱ最初途方に暮れたんですけど、できるもんですね。ちょっとね、あの部品もしっかり入ってますからですね、しっかりそれを確認してやると問題がないですね。まあ、横アッパーはそんなないけど、これにシャフトがつきますからね。まあ、楽しみは楽しみですね。なんとか一つ一つ片付けていくしかないですよね。まだ山ほどありますからね。こんな風にですね、めまいがするけど、今ですね、まあ喫茶喫飯ってやつですね、今この瞬間を大切に、これを組み立てることに集中しましょう。やっと出来上がった V スカートでちょっと楽しんでもらってますね。後ろ向きがいいですね、これ。深くあ、そうか、逆ですよね。いやいや、今のでいいですよ。今ので、そこしてですね。あ、そこで、下まで行った方が、あそこですね。お尻がぐっと落ちるとこですね。あ、結構バッ、お尻が当たりますね。ちょっと位置を調整しなきゃいけないですね。これなかなかね、鋭くれもんですね。まあ、腰に負担が少なくて、スクワットに近いフォームでできるからですね、すごくいいですね、これ。やっぱ想像通りの品物ですね、これ。最近のマシンはかっこいいからですね、ほんと。グッと追い込むのに。踏んでくださいね。で、カーフいきます。一通りですね。で、そこで、グッとですね、ふくらはぎのカーフ。カーフレーズも角度が違うんですね、普段やるやつとは。すごくいいですね。後ろにぐーっと深く曲がりますね。完成してしまうとこう嬉しいですね、これ。本当使い勝手ありますね。次は普通のスクワットですね。これ通常の使い方でしょうけど、これより後ろ向きの方が効きますけど、まあこれはまあこれでね、ハックとは違ってちょっと前に落ちるからですね。何でもやり方ですからね。またいろんなやり方今から考えていくだけですけどね。最後の追い込みですね。すごいです。よし、追い込まれます。そうですね、押してはい、そう、そんなままでもいいですね。優れもんでしょ。優れてます。やっぱバイクファンとしてこういうメカニックなものに惹かれますでしょ。ウィスコットこっちからの構図が結構力強いんですけどね。でかいですからね、これね。迫力満点ですね。これで写真を撮ろうっていう話があるんですけど。グッと。後ろ向きが効くかなって感じですね。まあ、これちょっとジムは閉まりましたね。ジンリップスも皆様のおかげを持ちましてやっと完成しました。これは大変だったですね。まあ楽しかったですけどね。いや、まあ、あとは皆さんに楽しんでいただければ一番ですね。で最後、手で踏んでですね。あ、スクワットも近いですよ、やっぱり。動きが。スミスマシンとかに比べたらですね。ぜひ、まあ、この反対向きでやったりしてもいいですよ。ランジもできますしね。ランジでやられたらどうですか。それで一辺上げて、それを抜くですね。それをここで両足でやってもいいし、片足でやってもいいし、そうそう、こっちの方がいいですか。やっぱり、あ、前やったやつに比べたら全然こっちの方がいいです。ああ、こっちがいい人もいるでしょうね。いろいろバリエーションもあるから楽しいですね、これ。まあ、楽ちとは言ったんでしょうけどね。まあ、聞かせ方ですね。で、うん、上で伸ばさんやったらまたきついんじゃないですか。まあ、本当これよかった。これはよく最高ですね、これね。まあ、この V スクワットとこの、ローイングマシンと、あと、私はディップスなんですけどね。あと、インクライが好きな人もいるんですけどね。ちょっとマットが入って、あれ全部引こうかなと思ったりしてね。押すんですね。押して。また楽しんでいただければ幸いです。後ろ姿で。ブイスカット使ってもらってますね。これはスクワットに近い角度でおりますからね。ちょっと違うんですね、タックとかとは。足を押すですね、それ上からただ押す。そうですね、カーフもできますから。優れもんですよ、なかなかね。逆向いてもできますからね。
逆向いたらじゃあ裏になるでしょうね、やっぱりね。いろいろ試してくださいね。はい。